3000メートル級の山々が海岸近くまで迫るダイナミックな地形。ここ富山湾は日本有数の漁場です。山の養分をたっぷり含んだ水が幾筋もの川によって流れ込む富山湾ではプランクトンがたくさん育ちます。そのプランクトンを目当てに数多くの魚が湾内に集まるのです。そのため天然の生けすとも呼ばれています。富山湾で獲れる代表的な冬の味覚があります。ブリです。体長1メートル、重さ10キロにもなるブリは富山湾の自然環境に合わせた方法で漁獲されます。1月、ベルギー出身のサスキアが富山湾を訪ねました。漁に出るのは夜中の3時。あ、おはようございます。門島睦弘さんは祖父の代から漁業を営んでいます。よろしくお願いいたします。今日はいっぱい取れそうですか？今日いるかもしれないし、はいはい、ゼロかもしれないし。あ、そうなんですか。1日でドーンと2000本3000本入るのもありますし。すごい。それは行ってみないと分かんないですね。なるほど。僕らは定置網って言って大きな仕掛けを作って、はい、魚を誘導して入るのを待つ漁法なんですよ。深さ100メートルに仕掛けられた定置網は全長800メートルにもなる巨大なもの。ブリの通り道に設置し網に入った分だけを捕獲します。定置網漁は魚を追いかけるのではなく待つ漁法。乱獲を防ぐ自然に優しい漁法と言われています。富山湾の海底は岸から一気に水深1000メートルまで落ち込んでいるため巨大な定置網を沿岸に設置できます。そのため獲れた魚を漁港まで運ぶのに時間がかからず、より鮮度の良い状態で水揚げすることができるのです。富山湾ではおよそ400年前からこの定置網漁が行われてきました。網の引き揚げは2隻の船で行います。気温は2度。海を走る船の上は身を切るような寒さです。出港から15分。 This buoy is over there, I think. Oh, and there too. I think that this is the net. Wow. Huge. 船を止め、15人の乗組員たちが一斉に網の引き上げ作業を始めます。網の幅はおよそ80メートル。2隻の船が両サイドから挟み網を絞って徐々に狭めていきます。網を引き上げ始めて30分、水中に魚の影が見えてきました。水面に上がってきたさまざまな種類の魚を大きな玉網を使って何度もすくい上げていきます。I'm not really sure. There might be buoy, but so far not yet. 網にかかったのはスルメイカやタイ、カワハギなど、これらも市場に出荷する魚ですが、お目当てのブリはなかなか上がってきません。お、いた、いたいた、すごい大きい。重さ10キロ以上はありそうな大物です。大きいブリや。すごいですね。こんな大きいのなかなか。雨が降り始めても作業は続けられます。そして、あ、いたかも。ブリですか？お、取れました。イエーイ。早朝の競りに間に合わせるため夜明け前に漁港へ帰ります。凍えるほどの寒い海の上で2時間半
この日取れたブリはわずか2匹でした。Having the fixed net, it's really uncertain, but on the other hand, it's gentle to the fish. It's really ecological, which is good for the fish. You don't force them, you never catch too much, which is a really, really good way of fishing and really nice. I've really felt that working together with these people in these hard conditions, working together with nature, it was really a great experience.富山の人たちにとってブリは特別な魚。昔からさまざまな料理にして食べてきました。これ全部ブリですか？はい、全部ブリです。へー。富山ではブリ尽くしという言葉があるんですけど、ブリ尽くし、大きいブリを余すことなくいろんな食べ方で食べていただいております。どうぞ。お刺身から。お刺身から。すごい綺麗な色味ですね。いただきます。うん、いや、すごい口の中でとろけるような柔らかさで、甘さもあるし、甘みと旨味と、わあ、美味しいです。今の時期のカンブリアも一番美味しいです。いいですね。そしてブリ大根。ブリのカマを大根と一緒に醤油や生姜で味付けし、じっくり煮込みました。大根にはブリの旨味が染み込んでいます。このブリの皮の部分なんですけれども、はいはい、あの2つしか取れなくて希少な部位なんですが、はい、脂が乗ってて本当、うん、柔らかくて、うん、とっても美味しいですよ。油がしょっぱみと一緒にすごい綺麗なバランスになってます。味がもう本当に口の中でもうこうバーンって広がるみたいな、うん、松漁法定置網漁で取ったブリ、地元では大切に食べ尽くしていました。